オレンジとイエローのペンをおすすめします。合計24単語書くことができます。皆さんこんにちは、ピンイスケです。マルマンのセッションシリーズなんですけども、数量限定のミニバインダーと数量限定のリフィルが登場しましたので紹介していきたいと思います。こちらの暗記シートにつきましては、暗記シート、単語形、要点チェック形ということで3種類のリフィルが付属していますので、単語形と要点チェック形が足りない方は単語形と要点チェック形を別途お買い求めいただけます。セッションのミニバインダーの特徴なんですけども、バインダーのサイズが横が 150mm、 縦が 95mm ということでコンパクトにまとまっていますので、非常に楽に持ち運ぶことができます。またですね、特徴2つ目ということで、持ち運びが便利なのはもちろんなんですが、こちらに A4 サイズのバインダーを用意したんですけども、ミニサイズの他に A5、B5、A4 サイズに閉じることができます。赤シートなどはこういった形で持ち運ぶと非常に便利ですね。またバインダーにつきましては、標準の用紙であれば60枚ほど挟むことができるんですが、リング径はかなり小さめなので、より絞って持ち運ぶことをお勧めします。一番手前の表紙にセッション1、2、3、4と書いてあるんですけども、インデックスのカラーと同じ色になっているので、こちらが非常におしゃれなポイントですね。インデックスを3枚めくると、4枚目に横罫線が20枚ほど付属しています。一番後ろはさらにおまけで、使い方のケース1、苦手対策に、使い方のケースその2、英単語や用語の暗記に、その他にも様々なラインナップが出ていますので、お好みに応じてカスタマイズしてみてください。それではリフィルを綴っていきたいと思います。中身はですね、赤シートと単語形、要点チェック形がそれぞれ10枚ずつ入っていまして、単語形は1ページ24単語で両面印刷、要点チェック形も同様に両面印刷で、右上にチェックボックスが5つあるんですけども、5回復習することによって記憶をより定着させることができます。次にこちらのバインダーのセットアップをしていきたいと思います。赤いインデックスには赤シート、次の青いインデックスには単語形、黄色いインデックスには要点チェック形を綴ってみます。それではセットアップが完了したものを見ていきたいと思います。まず開きますと、赤いインデックスの部分に赤シート、赤シートをお使いの際は赤いボールペンが消えがちだと思われるんですけども、オレンジとイエローのペンをお勧めします。次に単語形で大きく2列になっていまして、12個ずつ合計24単語書くことができます。最後そのまま裏抜け裏写りにつきましては、2枚目の裏写りは全く問題ないんですけども、油性ペンにつきましては裏抜けしていますので、使う際はご注意ください。はい、ということでこの動画は以上になります。マルマンのミニバインダーセッションシリーズから数量限定のバインダーと数量限定のリフィルが追加されました。概要欄にリンクを貼っておきますが、ヨドバシ .com では販売が終了していたんですが、楽天の一部のショップではまだ販売を確認できましたので、気になる方はチェックしてみてください。非常にコンパクトなサイズ感となっていますので、時間の隙間、スペースの隙間、ページの隙間にそれぞれ適合しますので、気になる方はチェックしてみてください。ということでこの動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。